どうも、ゆるふわチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。さあ、今日はね、玉ねぎ使っていきますよ。玉ねぎってね、この鶏肉をソテーして、玉ねぎのソース、オニオンソースですね。オニオンソースを作っていきますよ。チキンソテーのオニオンソース、今日は作っていきます。ではね、最後までご覧ください。ゆるふわ。はい、まずはですね、鶏のもも肉です。鶏のもも肉ね、きちんと広げるとこんな感じなんですよ。この余計な皮の部分と、あと筋ですね。あとはこういう縁のところ、こういうとこにね、骨が残ってます。これね、ちょっと口の中に入るとね、ガリッとしたりね、あと喉に引っかかったりとかしてね、危ないんで、こういうところをね、切り落としていきます。まずはね、そういう作業をしないと鶏肉ってね、あんまりよろしくないです。こういう余った皮の部分とかね、この骨ですね。この骨はね、もう特に落としちゃってください。もうこれほんと危ないんでね、鶏の骨っていうのはね、あんまりよろしくないです。はい、あとこの余計な皮もね、きちんと落とすことによって仕上がりがね、綺麗になります。はい、こうやってね、落としていきますよ。あとね、こういう肉のね、こういう割れてるところとか、こういうところにね、骨がついてるんですよ。よくこう指先とかで触って、ね、骨とかを取り除くようにしてください。はい、そしたら、ちょっとね、この分厚いところ、こういうとこですね、分厚いところにね、ちょっと包丁を入れていきますね。まあ、ほんのね、5ミリぐらい入ればいいんでね。これを隠し包丁って言いますよ。隠し包丁を入れていきます。あ、この皮の方です。皮目の方ね、ちょっと包丁の先端でね、軽く刺してあげてください。フォークとかでね、刺しても全然構いませんよ。そうするとね、火の通りがね、良くなったりね、します。あとね、こういう筋が切れると、ぎゅーっと縮んだりしないんですね、焼いてるとね。あとは肉の厚みをね、均一にするってね、効果もありますんでね。ちょっとね、切れ目を入れてあげてください。はい、ではね、玉ねぎ準備していきます。まあ、今回ね、ちょっとオニオンソースということでね、玉ねぎのソースを作りますよ。まあ、スライスしてね、まあ、玉ねぎをすりおろして、そのソースを作るとね、チャギアピンソースって言ってね、皆さんもご存知の名前だと思います。だけどね、今回すりおろさずにやるんでね、オニオンソースと呼んでます。まずね、ちょっと、飾りに使う部分だけね、ちょっと取っといて、まあ、こんな感じでね、爪楊枝で刺しときますね。よいしょ。こんな感じで。これちょっとね、飾りに使いたいんでね。で、あとはね、こういう芯の部分、これね、こう取ってもいいんですけど、今日はね、三角に落としますよ。半分に切って、こういう風にね、包丁の刃を入れて、三角に落としていきます。こういう風にね、繊維が入ってますよね。この繊維に沿って切っていきますよ。はい。はい、繊維に沿って切りました。はい、これをね、きちんと炒めてね、ソースにしますよ。はい、ではね、鶏肉ですけれども、こいつね、下味していきます。2本指で1つまみ、だいたいこれぐらいの量ですね。お塩です。はい、パラパラパラーってね、軽くね、振っていきますよ。はい、そしたらね、胡椒です。胡椒はね、ちょっときつめにしてあげてください。はい、こんな感じでね。胡椒をきつくすればね、塩は少しで大丈夫ですんでね。はい、それが下味ですよ。はい、裏側もね、2本指で1つまみ、こんな感じです。まあ、本当はね、皮目ってあんまり、味付けしなくて、下味しなくていいんですけれどもね。まあ、ちょっと味があった方がいいかなと思ってね、見た目もそうですし。なのでね、はい、黒胡椒はね、ちょっときつめになりますよ。はい、ブラックペッパーです。はい。はい、こんな感じでね、下味しておきます。で、ここに小麦粉塗るとね、パリッて仕上がるんですけれども、今回は、ペロンとかけるソースなんで、小麦粉はしません。このまま焼いていきますよ。はい、ではね、鶏肉の方焼いていきたいと思います。まずね、火はつけてません。これはね、コールドスタートって言いますよね。コールドスタートはね、非常にやりやすいです。焦らなくていいんでね。はい、まずはね、油です。油を大さじ1杯。はい、そしたらね、鶏肉入れます。はい、鶏肉ね、皮目です。皮の方を下にしてね、置きます。はい、これでね、準備は OK ですんでね、火をつけていきます。はい、ドン。はい、それでね、中火にします。はい、中火でね、
はい、じっくりと焼いていきます。これね、ある程度火が通ってバチバチ言ってきたらね、弱火にしますよ。はい、こんな感じでね、油が温まってきました。ここでね、弱火にします。はい、弱火にしてね、じっくり焼いていきますよ。はい、ではね、焼き始めてから3分、4分ぐらいですかね。はい、こんな感じでね、いい焼き目がついてますね。はい、そしたらね、ひっくり返します。肉側をね、焼きます。皮目をしっかり焼いて、肉面を軽く焼くっていうのがね、セオリーなんですけれども、まあ、今回弱火でじっくり焼いてます。で、皮はね、そんなにパリパリにしません。ソースかけちゃいますからね。なので、このままね、蓋します。はい。蓋をしてね、弱火でじっくりと焼いていきまーす。大変なことを忘れてました。これ、蓋閉める前にね、この飾り用に作った玉ねぎですね。こいつをね、入れていきます。はい。はい、これでね、蓋をしてね、弱火でじっくりと焼いていきまーす。はい、ではね、弱火で蓋をしてからね、5分ぐらいですね。5分ぐらいじっくりとね、蒸し焼きにしました。はい、まだちょっとね、半生まではいかないかな。まだちょっとね、火が完全に通ったって感じではないですね。はい、そしたらね、また皮面にしますよ。この子もね、ちょっと裏返しましょうかね。じゃあ、はい、どん。よいしょ。はい、この子も裏返してね。そしたら、また中火に戻しますね。皮面はね、パリッと焼きたいですからね。中火で焼いていきますよ。はい、こんな感じで押してみてね。ぷよんぷよんぷよんって感じがなくなって、なんかトン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 みたいな感じになったらね、もうある程度 OK ですんでね、火を消します。はい、火を消してね。まずこの鶏肉です。鶏肉のね、この皮面を上にしてね、ちょっと休ませておきますね。はい、この飾り用のね、玉ねぎもちょっと取り出しておきますね。はい、それでね、この油とね、鶏の旨味結構出てます。そこにね、スライスした玉ねぎですね。玉ねぎ。ちょっと入れてね。はい。これで、はい。ドン。はい。中火にします。中火にしてね。ちょっとね、玉ねぎ炒めていきます。はい。こんな感じでね、玉ねぎの方、だいぶしんなりしてきました。このぐらいにね、玉ねぎ炒めたら、まずね、火を消します。火を消してね、ここから味付けしていきますよ。はい。ではね、今回鶏肉に使うね、ソースを作っていきます。はい。まず砂糖ですね。砂糖大さじ1です。はい、砂糖大さじ1。はい、これね、火消えてますよ。火を消してね、作業しましょうね。砂糖大さじ1の後に、お酒です。はい、お酒をね、これ大さじ3杯入れます。よいしょ。はい。これね、ちょっとマニアな方はね、赤ワイン使うとね、きちんとしたシャギアピンソースみたいな感じになりますね。はい、そしたらね、ここにみりんです。みりんをね、はい。大さじ2杯入れますよ。はい。こんな感じで大さじ2杯入れます。はい。そしたらね、今度そこにお醤油ですね。はい。お醤油です。お醤油をね、よいしょ。はい。大さじでね、2杯入れます。よいしょ。はい。大さじ2杯入れました。はい。そしたらね、今度酢を入れますよ。酢です。穀物酢ですね。これをね、よいしょ。大さじで1杯ですね。はい。大さじ1杯のね、酢を入れていきます。はい。そしたらね、そこに、こいつです。ニンニクですね。ニンニク。ちょっとでいいですよ。こんな感じ。だいたい量にしたらね、小さじの半分ぐらいです。はい。ニンニクをね、入れます。はい。そしたらね、ここで火をつけますよ。はい、ドン。で、中火にしますね。はい。これね、じっくりとね、火を通していきます。いい感じに沸騰してきたら、もうソースは完成ですからね。はい。ソースがね、ある程度沸騰してきたら、ここにね、ちょっと水溶き片栗粉入れます。軽くでいいですよ。本当に。小さじのね、半分。小さじ半分分ぐらいですね。半分分ってなんだよ。小さじの半分ぐらいですね。そのぐらいのね、水溶き片栗粉を入れます。はい。そうするとね、はい。こんな感じでね、もうソースすぐ固まります。はい。そしたらね、火を消します。はい。ではね、これでソースの完成です。盛り付けていきますよ。はい。ではね、鶏肉切っていきますよ。真ん中からね。はい。サクーンと。はい。こんな感じですね。きちんとね、中まで火が通ってますよ。はい。ではね、盛り付けていきます。はい。ではね、チ
キンソテー、オニオンソース、完成いたしました。ね、この玉ねぎのね、この甘い感じがね、よく出てると思います。はい、ではね、いただいてみたいと思います。はい、このね、脇の方。もしね、これ、動画の中で、音が入ってたらね、申し訳ないんですけれども、近くでね、花火大会やってるんですよ。なので、もしかしたらね、音が入ってるかもしれませんがね、そこはご了承ください。はい、こんな感じです。これね、学生食堂でも人気だったんですよ。はい、ではね、いただきまーす。おお、おいしい。はい、どうぞ食べてみてください。はい、いただきます。はい、どうぞ。なんか崩れたとこあるか。このね、玉ねぎの甘さがいいよね。落ちそう、はい。玉ねぎが落ちる。ちっちゃいとこだからかな。うん。いただきます。はい、どうぞ。結構ね、鶏肉、しっかりとしたね、うん、歯応えがあって。これは美味しいよね。パリッとさせるよりもね、ソースをかけるから、あんまり皮はパリッとさせてないんだけれどもさ。うん。うん。玉ねぎが甘みがあって、うん。酢、うん、酢入れたのが、爽やか、爽やかじゃないな。爽やかな甘みに変わるじゃん、酢って。うん。火通すことによって。うん。それがいい感じに出てるかな。うん。うん。やっぱこういうソースって酢を入れた方がね、うん、結構甘く、甘くっていうか、まろやかに仕上がるよね。うん。うん。こんな感じで。うん。うん。これも美味しい一品でした。うん。はい。ではね、また次の動画でお会いしましょう。